令和5年2月25日、土曜日午前中です、11時から受付しております。ダブレメンのオフィスチャレンジ開始いたします。よろしくお願いいたします。本日は10台エントリーです。今回でダブレメンのオフィスチャレンジは第99回、来週は100回記念大会、なんかね、豪華商品をご用意しようかと思いますんで、来週も皆さんよろしくお願いします。エントリー台数に応じて、じゃあ5人に、無料走行券1000円を1本にしましょうか。だから15人やったら、3本全部抽選ね、レース後抽選で、あとはまあこまごわしあげたりとかもしますけど、来週はね、100回記念ですんで、皆さん、ぜひぜひたくさんのご参加お待ちしております。本日は10台エントリー、いつも通りの感じで、まったりやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、予選第1ラウンド第1組出走ドライバーは山室選手、岡田選手、ニューノヤ選手、高城選手、浩平選手。はい、では操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。はい、いいですか。では前列グリッド、山室、ニューノヤ、浩平。はい、スタートマーシャルありがとうございます。では参ります。 WML のオフィスチャレンジ予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。さあ、難しいオープニングラップ。さあ、クラッシュ型中央付近抜けてきたのはトップ山室、2番手ニューノヤ。実はこのオープニングラップのこの2人のね、サイドバイサイド今めちゃめちゃうまかったんです。お互いふらつきながらも、まあ動画見返してください。今あえてその場所ではその時には何も言いませんでしたが、その後がニューニューが大したことない一周目あんだけ良かったのに、対して山室はどんどん落ち着いていく。まあ、レースはこういうとこです。さあ、トップ山室、2番手ニューニュー、3番手オレンジマシャー高翔、4番手岡田、5番手浩平。流して、マシントラブル。さあ、浩平がマシントラブルか。まあ、予選は2回ありますからね、2回中1回だけでもタイムが出れば予選リザルトとしては OK。 さあ、レースは残り2分で、序盤の1分が経過いたしました。トップは黄色いマシンが山室選手。あ、下げといてください。はい、後ろニューノヤが追いついてきた。3番手オレンジが高城、4番手岡田、5番手浩平。流して、浩平君特に流して、もうえいやって言ったらどうせミスるし、真ん中のとこ最新の注意で、あっと1台転倒、ラッキー。このラッキー生かして、難しいとこはとにかく流して、もう焦って攻めてもタイムなんか縮まんなくて、ただただミスを誘発するだけ。トップ山室、2番手ニューノヤ、3番手高城。さあ、この3台がいいペース。4番手岡田、5番手浩平。残り60秒。さあ、ラスト1分。さあ、トップ山室の候補ニューノヤ高城が迫ってきた。さあ、プレッシャーとなる4番手岡田、5番手浩平。さあ、上位さんだと。さあ、山室ミス。さあ、これでトップ入れ替わり。トップはニューノヤ、2番手高城、3番手山室、4番手岡田、5番手浩平。さあ、とおっとっと。さあ、トップ入れ替わった。さあ、ニューノヤ最近絶好調。レースは残り30秒。さあ、残りまもなく15秒。トップニューノヤ、現在前半セクションから中央セクションに入っていく。そして後方、2番手高城、3番手山室、4番手岡田、5番手浩平。ラスト10秒。さあ、各社ファイナルラップ16ラップですね。さあ、届くか。全車届いた。次からゴールとなる。さあ、3分経過。まずはトップニューノヤゴール。あっとっと、高城持ってない。危ない。2番手ゴール。レース続行中。ゴール。はい、全車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールはニューノヤ選手。
16ラップ3分3秒88。はい、お疲れ様でした。 WMN のオフィシャルレンジ予選第1ラウンド第1組、熱いレースでした。続きまして第2組の方ご準備ください。出走ドライバーは山本選手、尾崎選手、鴨選手、玉岡選手、細田選手。スターティングリードを打ってください。前列山本、鴨、細田、お三方前列グリードです。はい、スタートマーシャルありがとうございます。では参ります。WMNノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。来ました。あ、いい形流れましたよ。さあ、これをキープしていきましょう。さあ、クラッシュがあった。さあ、落ち着いて、ここから切り替えて。さあ、ミスったら負けです。ミスったら負け、抜かれるのは OK。さあ、さあ、まだまだ予断を許さないレース展開。ストレート、ストレート、はい、クリア。さあ、トップは山本、2番手、玉岡、3番手、鴨、4番手、細田、5番手、尾崎。さあ、いい形で流していきたい。絡んだら喜ぶのは他のライバルですよ。さあ、レースは残り2分です。4番から難しいところを抜けてきたのは山本、現在後半セクションに入っていく。そして2番手、さあ入れ替わりがあった。さあ、ワンミスで一気に最後尾まで落ちた。さあ、これで2番手は鴨、3番手細田、4番手尾崎、5番手玉岡。さあ、山本が丁寧に丁寧に周回を重ねる。トップを逃げる展開。2番手は鴨、白いマシン、3番手赤黒白細田。おっと、さあ2番手クラッシュ。さあ、これで細田2番手、3番手尾崎、4番手鴨、5番手玉木。さあ、落ちたマシンがどんどん下がった、ミスったマシンがどんどん下がっていく。おっとっと、さあトップ山本もったいない。さあ、単独でやってしまったが、まだまだ余裕アドバンテージはある。あ、現在最終コーナーからストレート、ダークオレンジのマシンが山本選手。さあ、2番手以降はまだまだわからないレース展開。細田、尾崎、鴨、玉吉の順。さあ、2番手、何やろこれ、2番手がミスるルールあるの2番手になったらミスるっていうルール。さあさあ、残り40秒、あと40秒持ちこたえて、トップ2番手鴨、トップちゃうわトップは山本。さあ、2番手鴨、3番手尾崎、4番手玉吉、5番手細田。さあ、残り30秒です。さあ、残り20秒。トップは山本、一人旅状態。2番手との距離 4.6 秒。2番手は鴨、3番手玉吉、ここが4秒。玉吉、尾崎が1秒ほどですか。残り10秒残る。さあ、まもなくタイムアップ、入った入った、タイムアップ、山本ゴール、山本ゴール、レース続行中です、レース続行中。2番ゴール。さあ、カモゴール、レース続行中です。あと3台、まだまだです。1番ゴール。はい、でしょ、これです。トップは山本選手、15ラップ3分0062。はい、お疲れ様でした。誰埋めてんの、おっとせよった今せよった今はい、WMN のオフィシャルレンジ予選第1ラウンド終了です。ではインターバル、5分の後第2ラウンドを行います。WMN のオフィシャルレンジ予選第2ラウンドをご準備ください。第1組出走ドライバーは山室選手、岡田選手、ニューノヤ選手、高城選手、浩平選手。ご準備ください、ご準備ください。予選第1ラウンドをおさらいしてまいりましょうか。暫定順位、暫定ポールポジションはニューノヤ選手は16ラップ3分3秒をマークしております。
それ以降高潮3分6秒山室3分7秒、岡田4番手3分9秒と上位4台が16ラップをマークしております、5位以降は山本加茂公平玉吉尾崎奥田という組で、暫定5番手山本が決勝組み分けの暫定ボーダー15ラップ3分フラットですのでやはり、決勝後半組に残ろうと思うと16ラップは必須条件となっています。とはいえ、第1ラウンドも各社それぞれね、ワンミス2ミスは最低してますのでミスさえ減らせば、16ラップは届くんではないでしょうか。基本ね、もう速さではみんな負けてないんで、ただただミスって負けてます。いかにコントロールペース集中をレースタイム3分間維持できるかという勝負ですので頑張ってください。では参ります、スターティングリードですね。スターティングリード前列グリッド岡田選手、高潮選手、お二方前列グリッドです。何回もね、ノービーチャレンジとかあるんで今日は前後車いたら全逃げとかもありですよ。全逃げでとりあえず単独ミスは絶対なくしてそれでタイムがどんだけ残るかとかね、いろんな走り方レース、戦い方をね試してみてください。では参りたいと思います。 WML ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあフライングしたと思った人は最高に下がってください。さあちょっとあれか、これ集中ね、こうイレギュラーの時にいかに切り替えて集中できるかが重要ですよ。さあトップはやはりこういう時よりうまさが際立つ山室、イエローのマシン後方岡田、3番手後方4番手2番手5番手高城。さあトップ山室、今回は決められるか。予選第2ラウンド後方岡田後平、トップは無難ライン、トップは桜柴田がトップ山室、2番手岡田、3番手後平、4番手2名、5番手高城。さあ前者5台非常にいいペースをキープしている。あと残り2分、頑張れ。浩平君のことは応援することにした。あんまもう、そりゃそうですよ。イケメンにミスんななんてごめん、今よう言わんと思って。頑張って、浩平君頑張って。さあトップ山室、2番手岡田、3番手ニューナヤ、4番手浩平、5番手高城。さあトップ山室、逃げ切れるか。レースは折り返し地点を過ぎます。残り1分20秒、トップ山室、イエローのマシン現在最終コーナーからストレート、後方2番手岡田もいいペースだ、 0.6 秒つけてる。さあニューノヤ3番手、4番手浩平、5番手高城。さあ近くなってきたのは3番手争いか、ニューノヤ浩平、3番4番が 0.3 秒か。レースは残り1分、残り1分。あっとっと、さあミスがあったのは高城か。さあ残りは50秒、あ、止まった、あ、大丈夫。あっと、さあトップ山室ちょっと引っ張られたか。さあ岡田ここをつつきどころ、浩平も来たか。さあ浩平も3番手トップグループに追いついてきたか。残り35秒、あっと、さあ2番手、さあ転倒、戻してあげて、戻してあげて、ボールオーバー、あんまあまあもういいんですわ。はい、それで。さあ、岡田無念。おトップ、トップ浩平、浩平頑張れ。さあ、トップ浩平、2番手山室、3番手ニューナヤ、4番手高城、5番手岡田。さあ、間もなくタイムアップ。タイムアップ、ニューナヤゴール。ゴール、ゴール、ゴール、レッドポーチュ、はい、全勝ゴールです。トップゴールは光栄選手、16ラップ3分5秒10。さあ、予選第2ラウンド第1組終了しまして、あ、そう、あ、そうな、いや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 
はい、では続きまして、第2組の方ご準備ください。出走ドライバーは山本選手、尾崎選手、鴨選手、玉岡選手、細田選手。さあ先ほど第2ラウンド第1組、2回目上げたのは公平、山室がタイムアップしました。これで暫定ボーダーを今のところ綺麗に暫定上位5台が16ラップマークしております。暫定ボーダー5番岡田が16ラップの3分9秒。さあこのタイムを超えてくるマシンが出てくるんでしょうか。第2組、それではウォーミングアップランお好きなだけご走行ください。1番エントリー、5番エントリー。はい、では前列グリッド、尾崎、玉岡、お二方前列グリッドにおつください。はい、スタートマーシャル大丈夫でした。はい、スタートマーシャルありがとうございます。それではスタートいたします。 WM のオフィシャル予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあ夫さん、クラッシュ型ここからね。さあオープニングラップは絡むもの、絡んだ後いかに一瞬で気持ちを切り替えて落ち着けるかが重要です。さあトップは2番手山本、3番手玉木、4番手鴨、5番手細田。さあいい形で序盤レース流れる展開となっている予選第2ラウンド第2組、トップはオレンジ色のマシン尾崎選手、後方山本選手、3番手玉木選手、4番手鴨選手、5番手細田選手。さあちょっとミスあったか。さあここ落ち着いて、おっとっと、さあトップ入れ替わり。さあ尾崎が痛みし、これでトップは山本、2番手玉木、3番手尾崎、4番手鴨、5番手細田。さあ2、3、4、5、やはりこの2位争いが激しくなってしまうのか。あっと、さあトップ山本やってしまった。さあこれで一気に5番手最後尾まで落ちた。さあ変わってトップは玉木、さあ最終にかかっているのは尾崎か。さあトップ玉木、2番手鴨、白いマシンが1位に、3番手争いはどうなった。3番手、さあ山本4番手、サミ姿が細田、いや尾崎と入れ替わって、尾崎4番手、5番手細田。レースは残り1分40秒です。3分間周回です。まもなく折り返し地点が見えてきた。トップ玉吉、現在最終コーナーからストレート。さあ白いマシン、さあちょっとストレート危ない挙動を見せたが、なんとかキープ。さあ2番手鴨が迫ってきた。また、しかし鴨突き刺さった。さあマーシャルお願いします。おお、さあ残り時間は1分15秒。これでトップは玉吉単独、マツダ RX7 玉吉選手、現在最終セクションからストレートに入っていく。あっとクラッシュがあったが、さあ2番手は山本、後方1秒、3番手に尾崎。さあトップ争い残り30秒です。あ、残り1分です。残り1分。トップ玉吉、2番手山本、3番手尾崎、4番手鴨、5番手細田。さあクラッシュ、トップに返り、さあ戻れない。さあ山本再び三度トップ奪還。さあ現在中央セクション、ダークオレンジのマシン、トップ山本選手、2番手玉吉、3番手尾崎、4番手鴨。さあここ2、3を何気に近いか。5番手に細田。残り30秒。あ、山本は16は届かないか、ちょっと厳しいか。残り20秒。残り間もなく10秒。トップ山本に、山本今のうまかったっすね。前のクラッシュ一番難しいコーナーできっちりと減速して合わせていました。さあ間もなくタイムアップ、タイムアップ。さあ次からゴール、山本ガーッと最終ラップやってしまっている。さあゴール、ゴール、レース続行中、あと2台さあまたですよ。はい、前者ゴールです。これ山本選手15ラップ3分2秒88。さあちょっとタイムを縮めることはできなかったか。第2ラウンド、以上にて予選ラウンド終了です。集計結果少々お待ちください。はい、続いて、総合結果現在表示しております。決勝組み分けは5台ずつです。決勝組み分け5台ずつ、ではインターバル5分間の後決勝レースを行います。はい、ご準備ください。 WML ノービッシャレンジ決勝
第1組、出走ドライバーは山本選手、加茂選手、玉木選手、尾崎選手、細田選手、以上5台走行、ご準備ください、ご準備ください。5番エントリー。はい、ではスターティングリッドにお付けください。3番グリッドからね、3番グリッド、山本選手、4番グリッド、加茂選手、5番グリッド、玉木選手、6番グリッド、尾崎選手、7番グリッド、細田選手、以上5台走行。すいません、めちゃめちゃ急遽なんですけど、レースタイム長くしてほしい方おられますか？はい。お、すごい、もうじゃあ多数決で何分しましょうか？30分。じゃあ上限8分まででお願いしてもよろしいですか？そうやね、人間が倒れていくまでの耐久列。あ、分かりました。じゃあね、8分がまあまあ公式のエイミンですね。8分とするんですが、山本選手が逃げて2位までラップしたらコールドとさせてください。コールドレースとさせてください。はいはい、そう、全車ラップで、じゃあ5分までは最低ありますね。まあ、通常は4分ですので、5分以降は山本選手が全車ラップしたらそこでコールドゲームということで、そこで順位確定いたしますので。なるわけね。やめて、もうやめて、そういうやつが最初に死んでいくんやって。子供が生まれたとことかそういうやつ一番やばいから。結婚したとことかそういうやつ一番やばいから。はい、いいですか。では、ちょっと 特殊ルールの8分間周回です。皆さん8分走れるように頑張ってくださいね。ではスタートいたします。 WML ノービスチャレンジ決勝第1組、特殊8分レーススタートいたします。スタート10秒前。さあ、スタートしました。それでね、逆に山本選手プレッシャーかかるってもう言おうと思ったらかぶり気味でちょっとミスがあったから、やっぱり2位が失敗していくルールあかんて。2位以降で一緒に流していかないと。さあ、トップ山本、2番手、尾崎、3番手玉木、4番手細田、5番手加茂。さあ、急遽レースタイム8分となりましたが、あー、刺さっている。さあ、2位玉木、3位尾崎、4位細田、5位加茂。まあでもラップマーカー出てきたらね、ラップマーカーがとりあえず鬼ブロックすれば。さあ、山本選手は悠々と逃げている。ある意味ね、お手本のような動かし方ですね。山本選手、大体もう月1回か2回しかミニッツやってへんからね。あー、転倒で。残り6分50秒。さあ、2位尾崎、3位細田、4位加茂、5番手玉吉。さあ、トップ山本選手は現在ストレートから1コーナー、2コーナーに入っていく。後方2番手尾崎、オレンジのマシン、現在ストレート。さあ、3番手両方ありがたが、加茂、白いマシンが3番手、4番手細田、5番手玉木。おっと、転倒。マシンお願いします。さあ、これでラップマーカーが1台見えてきた。トップ山本、2番手。プラグ通りの展開になってモテるやん。言うたやつやん、それ。もうセリフで最初に死ぬやつ分かるみたいな。さあ、トップは山本。残りは6分です。残り6分。まだまだレースタイムありますよ。これであれね、ペースアップして前に追いついていくかもしれない。あっと、クラッシュ。さあ、トップは山本。2番手、尾崎。とりあえず5分は持ってや。残り5分40秒です。残り5分40秒。さあ、2分30秒約経過いたしました。トップ山本、2番手尾崎。ここが、この週はちょっと縮まったか。山本尾崎が、さあ、山本が1台パスしたラップマーカー。
尾崎が後方5秒ですね、2番手走行。まだ山本トップ2番手尾崎は5秒差ですから約半周差、うん、まっ。さあトップ山本、逆にこのルールに燃えてるかもしれない普段より若干こう覇気が出ている気がする。さあ残り5分です、残り5分。あーカモレースやめた、なんでだ。残り5分、残り5分。さあトップ山本、さあこれで玉吉カモをパスして、さあ細田もパス、やばい5分どころじゃないかもしれない。残り4分30秒。さあトップ山本、2番手尾崎、まあとはいえまだ4秒ほどある、いや4秒半ぐらいかな。残り4分10秒、やっと折り返し地点ですよ。さあ残り時間は間もなく4分、折り返し地点です。トップ山本、2番手尾崎、3番手細田、4番手玉吉、5番手鴨。残り4分。こうなると尾崎さんにプレッシャーがかかるじゃないですか。体に爆弾を抱えてるのに尾崎さんさあトップ山本残り3分45秒。さあ5分経過しましたらホールドゲームのルールが発動条件となる。さあトップ山本、現在中央セクションから後半セクションに入っていくダークオレンジのマシン、マクラーレン P1 GTR ですが、現在ストレートから一コーナー、2コーナーに入っていく。さあ2番手尾崎、さあオレンジ色のマシン尾崎選手、3番手玉吉、4番手細田、カモがリタイア。レースは残り時間3分10秒です。さあ間もなく5分経過いたします。さあここで残り3分。なった瞬間さあこれで尾崎の背後、山本トップトップ。さあオレンジのマシンが、まあ、ある意味もトップみたいなもん。さあ尾崎オレンジのマシンラップされた時点でレース危ないブロック OK ですので山本当て抜き禁止ですからさあ残り2分30秒でも8分走りたかったら無冠取りたい、そういうことでもその状況で走りたいから残り2分15おここはもうあれでしょう、もうスパンとコールドで気持ちよく終わった方が。さあ残り2分、さあ尾崎耐えられるか僕は何より尾崎さんの体が仕事。さあ山本ミス。さあ残り1分45秒、大丈夫、あの尾崎さんレース終わった後倒れへん、大丈夫体が心配やけど。さあ山本これでコールドゲームまでは2.8 秒ぐらいですか。さあおっとっと、さあ山本がミスが混んできたか。さあこれで尾崎逃げ切れるか、2番手なんですがね、トップは山本ですよ。現在1コーナー2コーナー付近はトップ山本、ルールとして山本選手が2位以降全車ラップした時点でコールドゲームとしてレースが終了するという特殊ルールでやっております。残り1分15秒。さあ WMN ノービーチャレンジ決勝第1グループ、さあ特殊ルール実施で、見た目で言いますとこのオレンジのマシン2走尾崎選手をその後ろダークオレンジのマシン山本選手がラップ、抜いたらそこで試合終了、レース終了となるが、あと1分。ああいいよ、ゆっくりでいいよさあ山本これでちょっと厳しくなったか、なんだかんだで8分、玉吉3番手4番手細田目切り口数が減った。さあ残り時間は35秒ですね、残り35秒。さあトップは山本、2番手尾崎、3番手玉木、4番手細田、残り30秒です。さあかろうじてコールドゲームは避けた形か、
もしくは山本選手の演技力か。残り12秒。おっと、危ない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 、もうラスト1周どころとかそんなしょうもないことないで。さあここで8分経過、タイムアップ。次からゴールとなります。さあ尾崎選手見事2位でゴール。ゴール、まだです、まだですよ、まだです。さあレース続行中。はい、細田選手でした。これです、お疲れ様でした。トップはアッサンの走り山本選手、2位尾崎選手、3位玉木選手でした。ありがとう。はい、お疲れ様でした。はい、では続きまして第2グループへ参ります。出走ドライバーは二宮選手、浩平選手、高城選手、山村選手、岡田選手。では第2組もね、ガチンコ8分間レースとさせていただきますので頑張ってください。では予選順で操縦台を選びください。はい、ではスターティングリードの様子ください。3番グリッドからね、3番グリッド二宮選手、4番グリッド浩平選手、5番グリッド高城選手、6番グリッド山村選手、7番グリッド岡田選手。これ特殊ルールにしたらニューニューが沈みまくるかもしれんやん。逆に、じゃあ特殊ルールということで、もちろんね、1番グリッドスタートの、ニューナヤ選手が全車ラップしたら、5分以降はそらそう、そらそうでしょ。じゃあガチンコで行ってください、もう。はい、では普通に8分いきたいと思います。 WM ノービスチャレンジ決勝第2組8分間周回です。スタートです。なんで。まあ、そんな大して変わりませんね。わお、さあ、点灯。さあ、クラッシュだった。おっ、さあ、トップはニューナヤ、2番手、浩平、あっとっと、さあ、3番手は相手刈谷田。これで高城、岡田、山本の上部。おっと、あ、もうさ、外してください。大丈夫、そのままでいいですよ、そのままでいいです、いいです。当たってもなんてことないんで、ライン外でしょ。さあ、トップはニューノヤ、現在ストレートから1コーナーに入っていく後方差、公平が1秒切っているから 0.6 秒差。3番手、高城、やっと、さあ2番手、クラッシュ型。さあ、これで公平、あっと、さあ2番、3番、4番、落ち着いて、ここね、まだたっぷり7分以上ありますから、ここを連続でミスらないように、さあ、体勢整えて、ニューニュー逃げるからね、クラッシュしたら。残り7分。クラッシュすることが一番ダメなこと。そうそう、一息ついて。ミスらなければ大丈夫ですから。さあ、トップはニューニュー、2番手高城、3番手岡田、4番手浩平、5番手山室。まだまだ前者分からない。さあ、ニューニューが2番手との距離 2.7 秒アドバンテージ。さあ、2番手以降はトレイン数珠つなぎ状態。オレンジのマシンが2番手高城、その後ろ岡田、浩平と続く。山室もまだまだ前の背中は見えているぞ。さあ、レースは長丁場6分20秒。あとね、この6分20秒どう走り切るかをイメージしつつペースキープしてくださいね。一瞬一瞬がむしゃらに行ったところでただミスるだけなんで、ライバルより先にミスらないことが一番重要です。残り6分。さあ、残り6分です。2分経過、まだまだ8分間周回レース、たっぷりレースタイムは残っている。残り6分。トップニューニュー、現在、中央セクション走る蛍光オレンジ、シルバー、黒のマシン、その後方オレンジのマシンが2番手高城選手。さあ、3番手争いが近いか。岡田、浩平、さあ入れ方、これで浩平が3番手、4番手岡田。さあ、ここはクレバーのドライビングか。そして山室がじりじりと5番手、まだまだ粘りの走行を続けている。レース残り間は5分30秒です。5分30秒。トップニューノヤ、このまま逃げ切れるか。現在後半セクション最終コーナーからストレートに入っていくトップ走行ニューノヤ。2番手、3番手、4番手が近い。高城、浩平、岡田。さあ、ここが一触即発の2番手争い。
かし決してやってはいけない。やらかして喜ぶのはトップに言うのや。さあ行かせて。さあ高城もクレバーなドライビングを見せる。さあ公平は2番手浮上、3番手高城、4番手岡田。さあミスがあった。さあこれで高城ハマりましたね。めっちゃハマったね今の。さあ2番手高城、さあ3番手岡田、4番手公平、5番手山室。さあ怖い寸前に山室もじりじりと追い上げてきている。さあしかしニューノヤトップ走行いいペースか。2番手高城との距離アドバンテージは5秒ですね。5秒。さあレースはここでやっと折り返し地点が見えてきた。残り4分15秒。さあ前半戦これは一気もつかせぬレース展開。トップニューノヤ淡々と逃げる展開。現在最終コーナーからストレート、おっとっと。さあ3番4番さあ交錯した。さあ3、4、5は少し各車1台ずつタイムロスがあったが、ああ岡田転倒。さあこれで順位整理します。トップに言うのは2番手高城、3番手浩平、4番手岡田、5番手山室。さあちょっと3、4、5それぞれタイムロスが目立ってきた。これでトップニューノヤが背後に見えてきた。さあトップニューノヤ2番手高城距離は 6.3 秒。さあ3番手浩平、4番手岡田、5番手山室。残り時間は3分20秒です。残り3分20秒。あっとあっと。さあ岡田山室がバトルに突入していくか。さあその後ろにはトップニューノヤ、トップニューノヤ選手が見違える走りを見せております。ここ最近練習めっちゃ頑張ってますからね。残り3分。ぶっちゃけ数ヶ月前と別人のような走りを見せております。トップニューノヤ、ここまでの横綱相撲が出るとね、さすがですね、練習の成果。さあ2番手高城が後方距離は6秒。さあ冷静ですね。さあラップマーカーのフラッシュ処理も対応もトップニューノヤ非常に冷静。さあ2番手高城はここで少しずつでも縮めていきたい。 5.3 秒。さあまだまだ余裕があります。トップニューノヤ、2番手高城、3番手に公平、2番手高城、3番手公平、距離が 1.9 秒。4番手岡田がその後ろ 3.2 秒。岡田の後ろ山室が 0.7 秒。レースは残り2分10秒です。残り2分10秒。さあラップにかかってる間にトップが2番手高城、少しでも詰めたいところ。 5.7 秒。さあレースは残り2分です。残り2分。さあ8分間周回レース6分が経過いたしました。さあ8分レースでもどうにいってますね。おお。さあこけたら知らんで、こけたらちょっとやばいで。さあラップマーカーの山室猛烈ブロック。さあしかしニューノヤ冷静に対処します。さあトップニューノヤ2番手高城 3.5 秒ですね。 3.5 秒。残り時間は1分30秒切りまして、残り1分20秒です。残り1分20秒。さあとはいえまだまだレースタイム1分以上残っている。トップニューノヤ2番手高城、3番手浩平、4番手岡田、5番手山室。さあ2番手高城、3番手浩平、ここが距離がじりじりと詰まってきているか。さあニューノヤが謎にラップの山室にアタックしていくというさあ謎の構図ですが、残り1分。まあそれぐらいも伸びせるでいいでしょう。さあ2番手高城との距離はまだ余裕があるか。まだ 4.7 秒ですね。さあ2番3番高城公平が距離が縮まってきている。この週で1秒ほどになりそうだ。さあこの週で 0.7 秒。残りしかし30秒。レースは残り30秒。さあ2番3番これでコーナー1つ分。ストレート2台、前高城、後ろ公平。さあ残り20秒、ラスト1周半というところでしょう。さあ注目は2位争いだ。さあストレート2台、2番3番
高城 VS 公平残り10秒これあともし公平ミスさああと1周半さあファイナルラップに入っていくさあトップニューノヤはこれでウィニングラップとなるゴールゴールさあまたですよはいお疲れ様でした電車ゴールでーすトップゴールはニューノヤ選手2位高城選手3位公平選手でしたいや横綱相撲でしたねはいお疲れ様でした以上にて WML ノービスチャレンジ終了です来週は100回記念大会ですので、ぜひぜひ皆さんお誘い合わせの上、お越しくださいお疲れ様でした